バドミントン・全日本社会人選手権第1日7日、鳥取産業体育館混合ダブルス2回戦。混合ダブルスでオリンピック五輪、2大会連続銅メダルの渡辺裕太、27イコールビプロジーと23年世界ジュニア選手権女子ダブルス王者の田口真彩、18イコールアクト s a a i k y o が初めてペアを組み、デビュー戦をストレート勝ちした。 1> 第1ゲームは21の8で相手を圧倒。サウスポーの2人は試合中にも積極的に対話しながら渡辺が後ろ、田口が前に出てポイントを重ね、第 2G も21対13と引き離した。渡辺は若い選手と組んでまだまだやりたい気持ちがあって、僕から声をかけさせていただいた。新たなスタート、僕自身もまだまだ負けたくないと思って、 優勝を目指して一戦一戦頑張っていきたいと振り返った。第2ゲームも序盤から得点を重ねた。20対11のマッチポイントから2点を返されたものの、21から13で勝利。最後は笑顔も見せてハイタッチし、好発進した。渡辺は12年に福島、富岡第一中の1学年先輩の東野有沙、28とペアを結成。綿菓子 の愛称で活躍し五輪では21年東京大会で銅メダルを獲得。同年から世界選手権で2年連続準優勝を収め、今回のパリ大会では日本バドミントン開発の2大会連続表彰台となる銅メダルをつかんだ。綿菓子ペアはパリ五輪後の8月16日に解消を発表し、最後の大会となった同20日開幕のジャパンオープンでは8強で敗退となった。 渡辺は混合ダブルスの道へ、東野は桜本彩子、29、との女子ダブルスの道へ進むこととなり、東野は今大会に同ペアでエントリー。一方の渡辺は、昨年まで山口、柳井将校で全国高校総体、インターハイ、女子団体3連覇の田口とのペアで出場した。渡辺と田口は10月のアークティックオープン、フィンランド、デンマークオープンにもエントリーした。